はい、小金メキシコです。お腹空いて空いて空きまくってますね。今これを作ろうと思って箱を取ったら、ほらこんなこの通り、こっちのウロコ君もこの小金メキシコもお腹が今空いて、最後のご飯をね食べさせようと思って今来たとこです。そらほらこんな風です。文鳥も最後のご飯だからもうわかるんですね。これを持ったら餌入れを、はいはいはい、このもう小金はもう人間がいないところをダメみたいに呼びますね。ちょっと話するとね、はい、大丈夫だよ、すぐ来るからね。ご飯持ってくるよ、ご飯持ってきますからね。呼んだら来ますからね。これこっちおいでとかですね、ここここって言うと飛んできますよ。はい、とにかくこう人間にこうこんな風に抱っこされたりなんてするのがもう大好きですね。はいはい、あんたもよしよし、ちょうどね今からご飯食べさせますけどね、4回目ですね。もうちょっと辛抱してくれ。はい、文鳥が耳をつついて採食してます。はい、はい、行くよ。はいはいはい、もうちょっと経ったら練習するからね、こういうやつのね、はい、こういうのね、はい、これは小金メキシコです。生まれてからそうですね、まだ2ヶ月経ってないです。ヒナですね。もうかなり懐いてますよ。もう人間がいないとかもうどうにもならないで呼びますね、泣いて。これ今ねこの飛びついてくるのはあのあれです、で私がこれを持って餌を作ろうと思ったわけですね。そうするとこの連中が餌と思ってもう分かるんですね。飛び乗ってきました。はいはい、ちょっとこう乗って、はい、今やるから待ってちょっと、はい、これねこれもあの 餌の箱を持ったもんだから今上の方を追ったのが飛びついてきたんですね。早く食えてって、文鳥もそうです。今やるから待て待て待て、今ねちょっとやるから。この鱗もお腹減ってるんですね。ちょうどあの最後の今食事を作ろうと思って降りてきたんですよね。そしたらこの連中が飛びついてきました。これはもう人間がいないとダメですね。キーキー泣いて呼んでますね。もう行くと飛びついてきます。すぐ。はいはいはい。来た。はい。もうじきあるからね。すぐ。ちょっと待ってくれ。はいはい。よしよし。はいはい。ほら、もうやるから待て。はいはい。ほら、早く。またもう何でもできるでしょ。はいはいはい。よしよし。おいで、こっち。おいで。はい。あ、ここ。ここだよ。はい。はい、はい、はい。やるし、はい、はい。今やるから、ちょっと待ってよ。ね。はい、はい。いくか、はい、これもう、抱っこされたり、こう、外界されたりするのが、もう大好きでね。こういうとこが好きですよ。こういうとこ入るのがね。うん。どうだ、安心したか。
はい、いいよ、はい、これもできるんじゃないの、そろそろね、もうほら、ね、おおおおお、なかなかやるじゃない、最初で、ね、すぐできるね、それぐらいは。